部2回生の松谷美奈です。私はずっと社会がこうグローバル化っていう風になってるっていうことに少し違和感を覚えていて、グローバルって実はローカルとつながっているんだっていう、地域を大切にすることもグローバル化につながるんだっていうことを伝えたかったです。地域がもともと自分の地元が好きな人はもちろん、これから海外で働きたいと思っている人にもぜひ見てほしいです。この機会をいただけてありがとうございました。